岡崎一郎は、青森県出身の右翼活動家、テロリスト、勤労主義者、思い川政府というペンネームを用いることもある。1950年4月10日、青森県青森市で生まれる。1975年、政治団体、国営塾創立、政治結社、国稀青年隊の横浜支部長に就任。この頃、 横浜青年政治研究会の勉強会で野村修介を知る。一水会の安倍瞳、学潤道事務局長の長谷川光義、国防青年大会長の渡辺康二などとも知り合う。1977年、国域青年隊神奈川県本部長に就任。横浜、川崎を中心に神奈川県青少年愛国者連盟を設立。 また、日本の都道府県単位では、初めての民族派協議体である、神奈川県維新協議会の結成に参画、副議長に就任。同年10月、国域青年体操本部、隊長補佐に就任。1978年、民族派活動に専念するため、神奈川県本部を実刑の岡崎道夫に譲り、中村忠を伴って、栃木県へ転居。 同年8月、国域青年隊栃木県本部を結成。本部長に就任。1983年、国域青年隊総本部事務局長に就任。隊長補佐兼任総本部の実務に専念するため、栃木県本部長を中村忠に異常。1985年、国域新聞編集長に就任。不定期刊行だった期間誌 国域新聞を月刊で発行。1986年4月29日、赤坂の防衛庁裏にある、日の町基公園にてジャッキーした日の町基公園事件を計画した。実行役の中村忠が誤爆死重傷を負い、会長、八木沢義雄10月14日没に説得され、警視庁に出頭。爆発物取締り罰則違反罪で起訴。東京地裁にて、 懲役6年の実刑判決。横浜刑務所に服役。1992年8月、横浜刑務所を満期で出所。実質的には、1986年に刑期が決定した時点で、国域青年隊を脱退していたが、当時会長であった、八代は県12月31日没に壊れ、参議に就任。その後、諮問委員に昇格。 1997年から大東塾富士加納会の組織する宮古法師団にて宮中勤労奉仕に参加。1998年、栃木県黒磯市に建設された連成道場、商用館内に仏っ社を祀る国行神社を混流、宮寺に就任。2000年、門下生の瞳人氏に大愛塾塾長を異譲。瞳人氏は現在、 誠結び法師団の団長を務めている。2002年から誠結び法師団を組織し、毎年、公共勤労法師活動を行っている。その他、青少年の健全育成を目的に大会塾を創立。また、勤労精神を寛容するため、誠結び会を組織。ありがとうございます。